夏ですね、うん、バーベキューねシーズンですね。それでね、今回は、まあ、そのバーベキューとかね、野外のイベントでね、まあ、エレキをね、持ち込んで、どんちゃんやる、ね、人も多いと思いますけど、で、まあ、僕も、仲間のね、集まりとかなんかでね、よくどんちゃんやりますけど、まあ、今回ね、お話しするのはね、まあ、最近の話じゃなくて、去年のね、去年の話なんですけど、まあ、一つのね、集まりでね、やったんですけど、まあ、その中でね、まあ、二つグループ分かれて、まあ、大きくね、分かれて、まあ、同じ団体なんですけど、まあ、僕のいる、グループと、別のね、グループ、まあ、近くでですよ、ギター持っててね、どんどんじゃんじゃんやったんですけど、まあ、僕の方はね、問題なかったんですけど、で、まあ、別の方のグループがね、ギターをね、エレキを、2本持ってきて、まあ、うちもそうだったんですけど、で、アンプがね、まあ、1台、ね、最初からまあ1台しか持ってこないってことで、2人で1台使うっていうことで考えてたみたいで、ケーブル持ってきてるんだろうなと思ったんですよ。ここでね、途中でなんかギターの音がね、どうやってやっとったかっていうとね、その人たちはね、これちょっとピンプラグのやつでね、まあ、説明のためにちょっと違うやつですけど、まあ、こっち普通の標準プラグのタイプでね、この2つ出しにするタイプね、まあ、分配するタイプでね、まあ、普通はね、1個の出力を、2つにね、振り分けるっていうための役割のプラグなんですよ。まあ、これは今ね、さっき言ったみたいにピンプラグのコンポジットになってますけど、まあ、これのね、両方とも標準タイプの出力のやつを持ってたんですよ。うん、その人はね。で、まあ、分配するためのプラグなんだけど、結局、その時はね、その人たちはね、こういう普通のマイクロキューブね、持ってきたんですよ。で、マイクロキューブのインプットジャックにこのプラグを差し込んでね、で、この標準ジャックが2つあるタイプのやつに、2人のギターを入れてね、で、アンプを、鳴らそうって考えてたわけですよ。まあ実際鳴るのは鳴るんですけど、まあその辺がね、よく分かってないみたいで、あくまで分配する機械で、逆に入れるってことは、これミキサーと同じ使い方するわけなんですけど、ミキサーと同じ使い方といってもね、じゃあギター1とギター2を普通にパラレルでね、並列に繋いじゃって、そのままアンプに突っ込んでるだけなんですよ。うん。で、じゃあギターを、2本のギターをパラレルで、繋いだっていうことは、まあ、ピックアップの配線が2つあるのと全く一緒ですから、1人が、ギターのね、ボリュームをいじれば、もう一方の方のギターにも干渉してくるわけなんですよ。うん。だから、現場でね、音が下がったり上がったり、こっちがちょっといじるたんびに向こうも変わってとか、もうひっちゃかめっちゃかになっちゃってね、うん、まあ、その落ち着いて、その、中取ってっていうところでね、なんか音はね、決めたみたいなんだけど、結構設定が大変だったみたいで、それは当たり前ですよね。直接つないでるわけだから。でね、まあ、よくね、他の、まあ、その宴会以外にもね、僕そういうところに遭遇することが結構多くて、こういうね、やっぱり分岐するタイプのやつをね、まあこれちょっとミニプラグのタイプだけど、出力を分岐するタイプのやつを入力側のミックスに使っちゃってる人がね、結構多いんですよ。普通ね、音をね、2台のギター、まあこれはちょっと説明のためにね、これ3回路になってますけど、まあ、1、2、3、まあ、今回は2本のギターだから1と2としますよね。入力をね、こうやって、2つの音を混ぜるときはね、こう、抵抗がいるんですよ。抵抗ね、アテネーターをこう、あれ、まあ、これはね、今、ちょっと抵抗値書いてないんですけど、僕がね、普段使ってるのはね、自分で、普段ね、こういう、まあ、現場でね、簡易的なのがいる場合はね、こう、
これ自分でね作ったボックスを使ってるんですけど、まあそう大したね、コードでもないんだけど、中はね見えるかな、うん、この中身を絵にしたのがねこれなんですけど、僕のやつはね何キロだったかな、この直列にね入力に対して直列に入ってる抵抗がね、ボーナー確か45キロオームで、で、全体のアウトのところにね、このプラスからマイナスにパラレルにね、落としてあるのが、これは確か100キロ。まあ、よくあるね、パッシブのミキサーで使う数字なんですけど、まあ、40キロとか、40キロから50キロぐらいかな、普通は。で、まあ、ここはだいたい50キロから100キロぐらいっていうのが多いパターンなんですけど、こういう風にね抵抗を入れてねやってあるもんですから、まあギターを1と2にね2本つないでも全く1人の人がボリュームをいじったりトーンコントロールいじっても、もう一方のギターの人には干渉しない風になってるんですよ。まあこれはあの、まあ本当に簡易型のミキサーとして作ったやつですからね、まあ現場に2台のギターを使うために別に作ったわけではなくてね、いろんなものをね、一つのアンプで鳴らしたいっていう時に、まあ、簡易型のね、まあ、ボリューム調整もこれに関してはついてないですから、単純に、まあ、繋いだ機器の方でね、まあ、ギターならギターのボリュームで、まあ、ライン出力のものだったらそっちの機材の方でボリュームをね、調整するっていう形で、ただそれを、ミックスダウンするだけっていう簡易型の、パッシブの、ミキサーなんですけど、でこういうのをね、まあ、現場でねこれからもしねアンプがね1人1台ずつあるんなら別ですけど、1台のねアンプを2人とか3人でね使う場合は、あ、まあ、ねこれはね僕が手持ちにあったね部品で、作って、抵抗もあるやつでね拾って作ったやつだからお金はそうかかってないんですけど、これね実際作ろうと思うと、まあ、ジャックとかケースとかなんかね結構高くなっちゃうんですよ。探すとね意外にこういう簡易型のミキサーね探すとねあるのはありますね、3000円2000円とか3000円ぐらいでね、ただ、その時ね3入力、まあこれは3つですけど、3入力に対して1出力なのか、1入力に対して3つパラレルで出すのかっていう、その辺の説明書きをねよく読まないと、まあ、さっき言ったみたいに、何も抵抗も何もねアテネーターが入れてない状態でただ配線がパラレルにつないであるだけだ、やつね、ただ1個のものを3つに 3つ出しするやつのタイプは、逆に使うとさっきみたいな現象になりますんで、まあ、その辺ちゃんとちゃんと抵抗が組んであってね、1の入力、2の入力、3の入力に対してそれを足して1の入力、出力として出すっていうタイプのものを買わないと一緒ですから、まあ、その辺ね、まあ、購入するときにね、あ安いでちょっと飛びついて買っちゃうと、まあ、何百円っていうのもあるんですよ、何百円とか千円ぐらいですとかね、そういうのはもう単純にその分配器だけっていう場合が多いですから、前にもね、何のやつだったかな、あ、そうそう、モードライトを持って、イベント出張の時によく持ってくって、僕はこれね、前、ケースの中入れてね、カメラの機材ケースに入れて、持ってく時に、これ手放せませんっていうお話してね、レクサーの6チャンネルミキサーね。もうこれだったらもう完璧に問題ないんですよ。まあ、この前見たみたいに、パッシブだから、多少のね、ゲインダウンと、音質の劣化は多少あるんですけど、もう現場でね簡易的にもうもしギター3本だとかね2本だとかなんかをこれでミックスダウンして1つのアンプに出すってこと、こういうのを持ってればね全然問題ないんですけど、単純にその分岐用のケーブルとかね分岐ボックスとかなんかをね、ミックスで使っちゃって現場で慌てちゃってるっていうのをね去年見ちゃったもんですから、うん、まあその時はね僕は
両方持ってたから一つ貸してあげたんですけど、で、まあ、その時に説明一応してあげたんだけど、まあ、あんまりよく分かってないみたいだったけど、まあ、これからね、もしイベントでね、まあ、アンプ1個で荷物ね、やっぱバーベキューとかいろいろね、そういうイベントとか宴会とかなんかはね、荷物できるだけ減らしたいもんね。だからまあ1台のアンプでね、やりたいからっていう気持ちもね分かるんですけど、まあそういうことね、やっぱ知ってると知ってないとじゃね、全然違いますね。うん、まあとりあえずその簡易型のねパッシブのミキサーを持ってると便利ですよっていう、ことです。うん、まあね、最近はね、なんかそういうバーベキューとかね、なんかちょっとしたね野外イベントとかなんか見てもね、ちょっとした女の子でもね、今結構いいね、パワードのミキサーアンプみたいなやつね持ってきてる子いますもんね。まああれだったらね、アコギつないだりギターつないだりも全部個別にねレベルコントロールついてるから、ああいうのも持ってれば全然問題ないけど、まあ普通に一人用のアンプをね、何人かで使うっていう場合はね、まあそういうミックスダウンするねボックスを持ってたらやっぱり現場でね困らずに済むもんですから、まあその辺覚えておいてくださいというお話でした、ね、バーベキューは楽しくやりましょう。